自然治癒力で蓄膿症を治す方法。心の健康と体の健康は密接につながっていることはよく知られています。ここでは心の健康を保つことで蓄膿症の症状を軽減する治癒方法など自宅でできる蓄膿症の治療法をご紹介します。鼻詰まりが辛い、また頭痛がひどいなど蓄膿症の悩みを解決していきましょう。蓄膿症について知っておくべきこと。蓄膿症とは、鼻の奥から骨の部分まで広がる副鼻腔と呼ばれる空洞に炎症が起きることを言います。空洞部分に炎症が起こることで、普段空気が通っている道が塞がってしまいます。蓄膿症の病態の種類としては、一時的に強い痛みを感じる急性と、月や年にまたがって長期の痛みを感じる慢性の症状に分けることができます。蓄膿症にかかっていることに気づいていない方や気づいていながら病院で治療しなかった方の多くは慢性の蓄膿症にかかっています。http://www.jp/w-p-hyphon-content/approves/0160/0260%e8%9-3%b-f%e7%q7%8-4%e8%9-3%e7%9-8-7%e-f%b-c%9-jpg-b。 具体的にどのような症状があるのかいくつかご紹介します。まず、鼻に症状が見られます。副鼻腔部分に痛みが感じられ鼻水が止まらなくなります。鼻が赤くなり、鼻血や匂いがわからなくなることもあります。症状が進行すると、頭痛や発熱、全身的疲労感や気だるさ、咳、目の痛み、眼球の充血などの症状が見られます。関連して歯の痛みが感じられることもあり、食べ物を噛んでいるとき、水などを飲んでいるときに痛みが感じられることもあります。副鼻腔が発音に関わることから、言葉が発しづらいなどの症状が見られることもあります。症状は病気の進行によって異なるので、体のどの部分に症状が出るのかは、人によって大きく異なります。急性蓄膿症。急性の蓄膿症のほとんどは、病原菌の感染によって起こります。風邪やインフルエンザなどがきちんと感知していない時に、急性の蓄膿症を発症することが多いです。慢性蓄膿症。慢性の蓄膿症は、喘息や花粉症などの季節性のアレルギーなど炎症性の病気が原因となります。また、急性の蓄膿症と同様に、風邪やインフルエンザなどの感染によって慢性の蓄膿症が起こることもあります。慢性の蓄膿症が年をまたがり長期にわたって起こりやすいのは、毎年、
春になると必ず花粉症の症状が起こるためと言われています。そのため、急性蓄膿症より治療が難しく感じしにくいと言われています。蓄膿症を自宅で治す方法。急性蓄膿症、慢性蓄膿症にかかってしまったらどうすればいいのか？ここでは、家で薬を使わずにできることをご紹介します。病院で処方される薬に比べれば、効果が出るまでにかかる時間が長いと感じるかもしれません。しかし、蓄膿症の症状を抑えることができるほか、発症を予防し、薬による処方では難しい蓄膿症の感じを期待することができます。食事療法。蓄膿症の自然治癒方法の一つ目は、食事療法です。多くのアレルギーや炎症、感染などの病気は不健康な食生活によって引き起こされます。特に問題となるのは、砂糖と脂肪、塩分の過剰摂取です。バランスの悪い食生活が習慣化していると、病原菌に感染しやすく、病気にかかりやすい体となってしまいます。感染や炎症が起こりやすい体では、蓄膿症も起こりやすくまた、治りにくくなります。食生活を見直し、バランスの良い食生活を心がけることが、治癒への最初のステップとなります。ファーストフードでの食事を避け、野菜やフルーツなどをバランスよく摂取することが大切です。ビタミン C。とてもよく知られていることを繰り返すようですが、ビタミン C は病原菌の感染や風邪を予防することができます。その結果として、ビタミン C は蓄膿症を予防することができます。ジュースなどの摂取方法でもいいので、毎朝ビタミン C を摂取し、免疫を強化して蓄膿症を予防しましょう。積極的にビタミン C を含むフルーツ類を摂りましょう。レモンを絞るなど小さなことでも体に影響を及ぼすので効果を期待することができます。ビタミン C はフルーツだけではなく、ブロッコリーや人参などの野菜類にも含まれています。ビタミン C を含む野菜も積極的に食べましょう。この時、肉や砂糖は食べ過ぎないように気をつけてください。蓄膿症改善のための環境。蓄膿症の症状改善のために、喫煙は避けましょう。症状改善のためには、できるだけ清潔で、きれいな環境が望ましいです。汚染された水や空気がある環境は病気の改善の妨げとなります。心の健康。蓄膿症を起こすその他の理由として、心の健康が挙げられます。心の健康状態は、体が病気に抵抗する力に大きな影響を及ぼします。緊張感やイライラ、ストレス、疲労感、不安感、気分の落ち込みは病気に抵抗する力を低下させてしまいます。蓄膿症も例外ではありません。
心が健康ではないために、蓄膿症にかかりやすくなり、蓄膿症が慢性化しやすくなります。できる限り不安や緊張を取り除き、リラックスした状態で過ごすこと、適度な休みを取ることが大切です。十分な睡眠をとり、カモミールなどリラックス効果のあるハーブティーを飲んだり、お風呂に入るなど心身の緊張をほぐすことで、体の免疫力を高めることができます。